平成29年3月28日、阿蘇市にある阿蘇草原保全活動センターで、阿蘇草原の未来を語るシンポジウムが開かれました。シンポジウムの開会にあたり、まず阿蘇グリーンストック理事長の佐藤阿蘇市長が挨拶しました。この草原シンポジウムは、熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇の草原の維持管理や、阿蘇の農業と観光をどのように盛り上げていくべきかを話し合い、阿蘇千年の草原の未来について探ろうと、公益財団法人阿蘇グリーンストックが開催したものです。はじめに阿蘇グリーンストックの桐原明専務理事が、震災の影響による阿蘇の草原の被害と野焼きの現状について、さらに環境省九州地方環境事務所国立公園課の北橋義明課長が、草原再生と国立公園満喫プロジェクトと題して、それぞれスライドを使いながら事例を発表しました。そして阿蘇草原再生専念委員会の坂本忠委員長をコーディネーターとして、草原再生の専門家や地元の牧野組合、また観光関係者の5人のパネリストとともに、阿蘇草原の創造的復興に向けてと題してパネルディスカッションが行われました。パネリストからは、観光に結びつけるために野焼きを夜に行ってはどうか、一般の人が立ち入りできない牧野内に有料で観光客を入れてみては、また草刈りなど阿蘇ならではの体験をさせたならばなどの意見が出されていました。シンポジウムには草原関係者や市民などおよそ100人が参加して、パネリストの提言に熱心に耳を傾けていました。